白木峰は、富山県富山市と岐阜県飛騨市の県境に位置する標高1596メートルの山である。山頂に広大な草原と様々な鉱山植物が見られるのが特徴。白木水梨し県立自然公園の中心の山。日本三百名山、岐阜百山に選ばれている。山頂は、日光木すげなどの鉱山植物が多く自生する草原である。 毎年7月10日前後には、日光木すげない群落が、一斉に花を咲かせる。周囲に、金剛道山以外に遮るものがなく、両白山地や日田高地、立山連峰などの、角山山の展望に優れる。白木峰にはいくつもの地頭があるが、その中で最大の池には、浮島が存在する。小白木峰南部にも、比較的大きな地頭がある。 白木峰の3名の由来は山の中原に細々とした幹の白いブナソリンが広がっていたことによるとされる。かつては山頂近くに NTT 無線通信用の巨大アンテナがあったが、現在は役目を終えて撤去され、跡地の草原回復工事がなされている。花盛りの6月から7月には山道に多くの人で賑わう。また秋には草もみじや七か窓も美しい。 両線南部には小白目峰というピークがあり、その三名通り白木峰と比べて小さめの山頂草原が見られる。白木峰の大発瀬川を挟んで西側にある金剛道山は、富山藩川では西白木盆と呼ばれていた。白木峰の地層は、主として石灰岩と石英町石質岩より構成されるが、周囲に比べて、 地層中の石灰岩の割合が高いのが特徴である。石英蝶石質岩は、主に石英、斜長石、カ仮蝶石、斜長石、および黒雲母よりなる。石灰岩は、懐石よりなる秋らしつ石灰岩で、しばしば臨辺状の黒煙が含まれる。また、層状の泥ロマイト質部分が含まれ、その中には、フォルステライト、斜ヒューム石、ジャモン石、等角線、 石、金雲もなどがある。白木峰は、両線部に隆起準平原と言われる、広い平坦地が存在する。また、白木峰は、阿山帯にもかかわらず山頂部に、高木が生えず草原が広がるが、これは、強い季節風の影響による、風潮草原と考えられている。死頭には、黒山椒魚や、イモリ、モリアオガエルなどが生息し、ワタソゲなどが生えている。 草原には、前景下や、岩内は、岩鏡、裏城洋楽、笹百合、り、木星あざみ、小売形相、日光木すげなどが自生し、チングルマや姫尺投げの将軍楽も見られる。笹やぶには尺投げ、七かまど、漬けなどが自生する。富山県側からは、山頂近くの標高線3 0 0メートル付近まで、車道が伸びており、山頂直下には、 白木峰山荘という避難小屋がある。山頂付近は広々とした草原地帯で地頭が点在し、展望は良い。車道終点からは約40分ほどで山頂に立てる。他のルートとしては国道472号沿いにある発電所から登るルートや岐阜県側の万波高原から小白木峰を経て登るコースなどもあるが、あまり歩かれていない。 山頂草原の遊歩道はすべて木道で、1974年の白木水梨し県立自然公園の指定後に整備されたものである。ありがとうございます。